前蹴りは、格闘技、武道、武術における蹴り技の一分類である。相手に正対して前方にまっすぐに行う、フロントキックのことである。そのシンプルさから、空手、日本憲法、中国憲法、少林寺憲法、テコンドー、ムエタイキックボクシング、サバット、柔術など、足技を使う大半の格闘技で多用されている。 相手に正対した姿勢から技を繰り出すため、突き技等の主義と連携がしやすい。また、直線的軌道を描く蹴りのため、回し蹴り等の曲線軌道の蹴り技に比べて、最短距離に近い軌道で迅速に技を放てるという利点がある。空手、中段前蹴り使用部位、中足空手の基本動作では、まっすぐ突き出すように蹴るものと、下から上に蹴り上げるものの区別がある。 普通に前蹴りという場合はこの前者を指す場合が多い。種目や流儀の違いで使用頻度や技術に差がある。日本憲法や空手、打撃技を持つ柔術では使用なけれ技として多用されるが、キックボクシングや軽腕などの回し蹴りを多用する種目や競技では頻度は落ちる。エタイでは回し蹴りも前蹴りも共に多用する。 中足での前蹴り輪を正確に当てれば絶大な破壊力を発揮するが、使用部位の面積が狭いため的確なヒットポイントを捉えることが容易ではなく、また技の軌跡が直線的であるため事前に察知された場合には相手に裁かれやすい。そのため決め技としては一定程度以上の競技レベルの組手、試合などでは思うように効果が現れないことが多い。また、前蹴りは 中段以下の高さの目標に使用されることが多く、人体の中段部以下の急所に的中すれば、相手を倒せるが、急所を外せば鍛錬された肉体であれば、持ちこたえてしまう。一方、回し蹴りでは、上段攻撃にも多用され、技の軌跡が面的な広がりを持ち、ある程度の体の柔軟性があれば、頭部、頸部を狙うことも、難しくない。クリーンヒットすれば、 脳震とにより高い割合で相手を倒すことも可能であるが、動作は非常に大きく技の出がかり、出し終わりに隙を生じやすい。また、ルールによって攻防が縛られた競技格闘技なら、ともかく股関節を大きく開き動作に、時間のかかる回し蹴りは、筋的攻撃やタックルなどに対して脆弱なことも重大な欠点である。したがって、その威力については、 性質、用途が異なり、前蹴りと回し蹴りの優劣は単純に比較できない。ありがとうございます。